神話学とは、神話及び神話に関連する事項についての学問である。フィールドワークもしくは文献に基づいて、神話を再録し、個々の神話をその民族における神話体系としてまとめることから始まり、神話の内容、形式の諸種の方法論による解釈、分析、分類、神話の発生や変化とその法則を明らかにしようとする学問である。また、 各神話体系、または神話全般の基礎となる宗教、信仰、習俗真理の解明を行う。異なる神話の間の比較研究も行われており、これは比較神話学と呼ばれる。比較神話学は、フリードリヒ・マックス・ミューラーのように、比較言語学と連動して発展してもいる。関連する分野には、歴史学、考古学、心理学、宗教学、 言語学、文献学、社会学、民族学、文化人類学、民族学、物語理論、文学理論などがあり、現代ではこれら諸分野を基礎にして、神話を対象とするアプローチ全般が神話学で、あるということもできる。英語では、神話学に当たる言葉として、ミソロジーとミタグロフィの二つがある。前者は、神話体系のことを指す場合が多い。後者は本来、 このような神話体系を記述、編纂することを指すが、現代では神話学一般を指す用語ともなっている。歴史的に神話研究の重要な取り組みは、ジャンバッティスタ・ビニコ、フリードリヒ・シェリング、フリードリヒ・ホンシラー、カール・グスタフ・ユング、ジークムント・フロイト、ルシアン・レビブリュール、クロード・レビストロース、ノースロップ・フライラによってもたらされた。どの民族でも古い時代には、 神話がそのまま信じられ信仰の基礎となっていたが、時代が下るとともに、これを合理的に解釈する傾向が出てくる。古くは古代ギリシャで、神話を偶遇的、象徴的に解釈する考え方、あるいは偉人を深刻化した歴史序述と見る考え方が現れた。神話の批判的解釈は、ソクラテス以前の哲学者まで遡ることができる。エウヘメロスは、 初期の重要な神話学者であり、彼は歴史的事実の変質が神話となったと唱えた。プラトンはパイドロスにてこれを批判し、またプラトンは国家で詩人が語る神話は教育場外役だとする詩人追放論を展開したが、一方で他種の神話を著作中に引用している。プラトン派ではより深く包括的な洞察が行われた。例えばサルティウスは 神話を五つの種類に分けた。神学的物理的、アニマスティック物質的蒸気の混合である。この考え方は神話研究の講師となった。その後のプルタルコス、ポルフィュリオス、プロクルス、オリンピオドロス、ダマスキオスラプラトン派の思想家も、伝統的な神話やオルペウス神話の象徴を明白に解釈する著述を行った。ルネサンス期には多神教の神話へ、 再び関心が向けられ、16世紀には、セローハー・ミサー・ロジェカのような神話に関する書籍が表された。また、イタリア・ナポリの哲学者、ジャンバッティスタ・ビーコは、神話研究を行っている。神話を対象とするヨーロッパでの近代的研究は17世紀終わりから始まり、19世紀中央に至って本格的に展開するようになり、いくつかの研究の流れが現れた。 19世紀の考えでは、神話は失われたり、時代遅れであったりする思考として扱われたが、一方で、神話は近代科学に相当する原始的な概念という解釈も行われた。インドヨーロッパ語族の比較言語学の進展に伴って、この言語を用いる地域の各神話が研究され、もっぱら言語学的要素を重視した神話研究が進展した。 フリードリヒ・マックス・ミューラーは神話を言語疾病と呼び抽象的表現や中性的に捉える概念が言語上で十分に発達していなかったために作られた。そのため擬人的な何かに語らせたり、自然現象そのものを神のような意志を持つ存在と認識するような手段で概念を捉え言語化したと考えた。E.B. タイラーの解釈では神話とは人知の及ばぬ自然の方である。 自然現象を文章として説明する試みだったと言い,い、それはやがてアニミズムにつながる無生物に霊魂を生み出す古代人の試みと考えられた。テーラーはこのような人間の思考が様々な段階を踏んで神話的な解釈から科学的な考察へ進歩したと主張した。これにはあまり同調する学者はおらず、ルシアン・レビブリュールは原始的な知性というものは 人の精神状態そのものであり、歴史的な発展をする段階などではないと反駁した。他に、ビルヘルム・ブントの民族心理学、デュルケームの社会学、ジェームズ・フレーザーらの民族学によるものなどがある。人類学者のジェームズ・フレーザーは、神話とはそもそも自然の法則を誤訳した魔術的な儀式をさらに誤って解釈したものと見ました。彼は、人間は、不可思議な事象を、 客観的な魔術的法則とみなし、それが願望を聞き届けるような性格ではないとわかると、自然法則とみなすことを諦め、何かしらの神が自然を制御していると思うようになり、それが神話への系統につながったと主張した。この過程において、伝統的に行われてきた儀式を、神話の出来事の再現する行動だと再解釈して、続けるようになるとも述べた。 しかし最終的に人類は自然とは自然の法則に従っているのだと認識し、そして科学を通じてその法則を見つけるようになり、神話は時代遅れなものへと押しやられてゆくといい、フレーザーはこの一連の過程を魔法に発し、宗教を通じて科学へ至ると表現した。また彼は世界中に数ある神話の部分類時点に着目し、進化論的な普遍化を施した。 ただしこれは強引な手法との批判がなされた。神話学の人文社会科学的な発展に伴って、神話はそれ自体の信憑性を失うことになった。19世紀後半には、社会文化的進化論を基礎に置き、神話は未開状態の習俗から発生したものとみなすアンドルー・ラングなどが現れた。20世紀に入ると、 全世紀の神話研究における主要な考えであった、神話と科学の対立という見方は否定され、主事の観点から神話に対して膨大な研究が行われ、神話学は広い学問分野となった。一般に20世紀の理論は、神話を時代遅れの疑似科学とはみなさない傾向にあり、科学を理由に神話を無視するようなことはしないと述べてられている。神話研究にも、 構造主義人類学や心理学からのアプローチが行われた。レオ・フロベニウスなどドイツの民族学者たちが世界中の神話を収集し、分布や文化史上の意義を定めた。他に代表的なものとしては、ジョルジュ・デュメジルラによる比較言語学的な比較神話研究、クロード・レヴィストロースの文化人類学からの研究などがある。神話収集に寄与したドイツの民族学者、 アードルフ・イエンゼンは、農作物の資源を語る神話の一種、ハイヌベレ型神話と、初期栽培民文化の関連性に、さらに儀礼のタイプを考慮に加えて一つの一貫した、世界像を洗い出した。この世界像を基礎に据えて、初めて、各神話や儀礼を正確に解釈できるとイエンゼンは、主張した。イエンゼンの理論は、日本の神話学者、大林多良にも影響を与えている。 ヘルマン・バウマンはイエンゼンと逆に各創生神話に見られる宇宙観に着目した。このような世界観を構築するにはそれぞれの文化がある程度発達していなければならず、バウマンは過去の研究者が未開状態の人類が作った神話から順を追ったのに対し高い文化社会の神話を分析の対象とした。これによって高文化地域の神話が 周辺の未開社会へ影響を与えることが明らかとなった。カール・ユングは心理学と神話研究を結びつけ、すべての人間は生まれながらの心理的な力を無意識に共有すると主張し、これを原型と名付けた。彼は異文化間の神話に見られる類似性からこのような普遍的な原型が存在することを明らかにできると考え、 この原型が表現された一つの形態が神話だと論じた。さらに、ユングとの関係が深いカール・ケレーニーは、ギリシア神話を中心に、宗教学、文芸批評の知見に基づく研究を行った。なお、ユングとケレーニーは、ミルチャ・エリアーデを中心とする比較宗教学の研究者たちとも、エラノス会議で交流があった。クロード・レヴィストロースも、 構造主義の立場に立って、神話は心のありさまを反映したものだと唱えた。ただし無意識や衝動ではなく明確な精神機構、特に対立する神話素の組み合わせである二項対立があると考えた。比較神話研究からは、異なる神話に共通する神話類型やモチーフが明らかにされ、民族学的な関係の有無や心理的基盤に関しても多く議論されている。 ジョーゼフ・キャンベルは神話第一の機能は神秘な存在に対する異形の念を想起させ指示させることにあり、さらに各個人に自己の精神を現実的に秩序づけるよう導くことに役立つと言及した。日本では比較神話学の観点から高木敏夫が昭和18年に日本神話伝説の研究にまとめられた研究を進めた。高木は 柳田国夫や折口忍とも交流があり、柳田、折口らによる民族学においても日本神話の研究が展開した。日本の神話学においては他に、松村武雄、松本信弘、三品昭秀らの研究がある。戦後の代表的な研究者には、大林多良、吉田厚彦、松村和夫らがいる。ありがとうございます。